おはようございます。ティレッタ回します。ドラゴンクエスト10お出かけで模写室でバトル、イエーイ。こちらのゲームはですね、ドラゴンクエスト10が出てオンラインのその連動ソフトとしてね、 3DS のダウンロード専用ソフトとして600円ぐらいで販売されてたソフトです。なぜこちらのゲームを今やるのかって言いますと、こちらの販売が10月31日で終わるんですよ、今年の。なので、どういうことかっていうと、もうダウンロードできないソフトになるんですよね。なんで、まあ、せっかくなんで思い出としてちょっとね、やってみたいと思います。よろしくお願いします。はい。というわけでね、お出かけで模写室バトルへようこそということで、こちらはね、ですね、簡単に言いますと、カードとかの写真とかから、なんか顔を撮って、3DS の機能には顔シューティングって昔からあったじゃないですか。なんか歴代のゲームね。顔シューティングを、ドラクエにした感じです。まあ、簡単に言えば人の顔とかを撮って、その顔がモンスターとなって戦うってやつですね。だからモンスターバトルロードみたいな感じだけど、人の顔で戦う。なんかちょっと嫌な感がするんですけど。顔模写をして、人の顔を撮影してモンスターを誕生させます。ね。だからいろんな人の顔がそのままモンスターになる。もう顔シューティングをドラクエにした感じだね。じゃあやってみます。おお。ちょっと自分の撮影風景映ってんよ。ほら、マイク映ってんよ。おおちょっとモザイクだよ。モザイク入れないといけないじゃん。早速編集量増やすのよ。さあ、はじめのモンスター。お、スライムが誕生した。まあ、このようにですね、人の顔とかから、人の顔とかから、モンスターを、生み出す。だから基本的に全部自分の顔でやってた。当時僕このソフトを実はやってまして、なんかデータ初期化されてるけど、全部自分の顔だったんじゃないかなと。何回か撮っていくと、もちろんモンスターも変わってはくるんで、表情変えたりとか、なんか物を置いたりとかするとちょっと変わってくるんで、全部自分の顔でやってた覚えがあります。多分自分の顔のもうモザイクですよ、本当に。勘弁してほしいです。スライムとモモとタマゴロンが登場しました。撮影する可能性だった。だから、3回撮ればね、変わってくる。一番可能性の高いのはスライムが誕生しましたと。こうして誕生したモンスター、様々な能力や特技を持ち、まあ、モンスターカードになります。はい。これね、結構ね、モザイク入れないとダメだったよ、今。一瞬もモザイクだよ。というわけで、この特技、体当たりね。体当たりを持ったスライムが生まれます。性格セクシーって書いてあるわ。あら、いや。はい。で、名前を付ける。名前も付けれるんだよね、しかも。だから、モンスターズをなんか、これが600円って思ったよね、当時。じゃあ、スライムの名前どうしようかな。やっぱ、スラリンにしようかな。よし、スラリンにします。で、これでスラリンが保存されます。こうして、モンスターを集めていく。だから、スカウトとかする必要はないです。はい。なんで、いろんな顔を撮影して、モンスターを集めて、戦っていくってゲームですね。あと3回繰り返してみましょう。はい。というわけでですね、全部自分で撮って、モンスターカードを4枚手に入りました。自分でも、まあ、とりあえずレパートリーはね、そのうち、どんどん、スカウトできるモンスターのレパートリーも増えていくんで、今はまあ、焦らなくていいです。はい。まあ、初めのうちは、どうしてもね、固定みたいなところあるんでね。はい。デッキ編集します。というわけで、ようやく。デッキとは、モンスターカード4枚のチームのことを指します。簡単に言えばもう、モンスターバトルロードと一緒です。ここまで来るとね。はい。モンスターデッキ編集を選んで、ね、はい。というわけで、このさっき撮ったこの4枚を入れるだけですね。ちなみに、ここ X ボタンを押すとですね、パパーンもういい、モザイクかけてんね。編集量増やすなで、これをね、タッチでいけなかったかな。あ、タッチでいけない。めんどくせえ。というわけでね、さっき捕まえたモンスターたちを全部ここに入れるわけですね。はい。4枚のモンスターカードをデッキに登録しました。デッキ編集終わるわって、電気編集終わりましょうということで、これで、終わり。はい、これでバトルして、いよいよね、戦いです。まあ、編集して、どんぐらいやってるかわかんないけど。まあ、要するに、ここまで行くと スマホゲーみたいなとこあるよね。なんか、スマホゲームの先駆けで 3DS の機能を活かした感じがあるね。だから、ドラクエ10をやってない人でもね、ドラゴンクエスト10のね、新しいモンスターとかを見ることができる。このゲームで、なんだっけな、
天のなんかオリジナルモンスターも結構出てたんですよ。だからなんか先駆けとして登場する広告みたいな感じもあったんだよね。大陸を旅してアストラティアに配布のモンスターを倒していくことです。はい。でこれをね、あのスマホゲーみたいな感じでウェーブで進んでいくんですよ。ステージで登場ですけど、自分だけモンスターだけを確認します。ラウンド1から順番にバトルを勝ち抜いて最後ボスを倒すと。はい、行きましょう。じゃあどんなんか気になるでしょう。始めます。これよ、ドラクエ10の音楽がしかもね聞けるんよね。これがいい。だからドラクエ10持ってなくても自分これで雰囲気始まってたもんさあ、相手のモンスターを全てね倒すと勝利です。敵モンスターも味方モンスターも左から順番に行動する素早さが概念がない。だから回復薬を一番右に置いておくとかいうのも重要ですね。はい、行きましょう。だから攻撃する、こうやってね、とりあえずみんな攻撃するじゃないですか。行動を決めると勇気の光が応援ソードに集まります。まあこれは別にモンバトみたいに早くする必要ないですよ。ゆっくりでいいですよ。はい。応援すを溜まったら何かね、味方のテンション上げると復活とかできます。はい。じゃあバトルをね、早速スラリンの攻撃。うん。そうすると向こうの1番、こっちの1番が攻撃したら向こうの1番も攻撃します。スライムスメラを捉えた。まあ、うわい、結構食らうな。映像はチンプだけどね、3DS の 600円のソフトとしてはちょっとあまりもね、完成度が高い。通行敵いて、ライアンライアン大丈夫か。なんでライアン、こいつなんでライアンって名前なんや。いけ、キーファー、キーファー頑張れだから回復薬の置いておく位置とかも大事だね。ちなみにですね、この下画面、カードを裏返す。いきます。はいモザイク入れるんだって、編集させんだって俺に。で攻撃対象とかは選べないから、ちょっと AI のとこあるね。例えばホイミとかもこれ選べないです。だから2体傷ついたモンスターがいるときにどっちにホイミとなるのかもちょっと分かんない。その AI 次第だね。だから1番から倒してほしいけど3番から倒すかもしんないからね。今のみたいに2番早く倒したらいいのにっていう部分もあります。意外とシリーズ画質綺麗なんだよね。ゴローホイミ会心のホイミ。そうそうそう、だからなんかスマホゲーのスタミナない先駆けだもんな。だからあとはもう普通にバババババッといっちゃいましょう。これが3ウェーブだからね、ちょっと結構難易度は高いんじゃないかな。キーファの攻撃よしなんやねんこいつさあ、ユーミンバトル勝利おめでとう。ラウンド進めると味方モンスターの HP は回復。あ、そうなんだ。もし力尽きてしまうとステージが終われば復活するのでカードはなくなる。そうだね。だからロストとかはないんでね、安心して戦います。残り敵を倒してステージをクリアしましょう。っていうことは、あ、なるほどね。だからこのまま勝ち抜きだ。ま、デッキ編集とかできないんだ。じゃあこのままいっちゃいましょうか。わー、オトラキンとバブルスライムいいねー、3体か。まあガンガン行こう、ガンガン行こう、ガンガン行こう。でも大丈夫かな。結構ね、ゲームの作りちゃんとしてんだよな。進めていくと全体攻撃使う敵とかも出てくるんで割とね、運ゲーなところはある俺こういういつも運ゲーしてんな俺。じゃあいつも運ゲーしてるわ。で今回のパーティーさ、これゴローがホイミ使えるんだけど、ゴローしかホイミ使えないからな。玉ゴローが回復薬とは、モンスターによって使える技とか異なってくるんですけど、タマゴロン、ホイミが使える、え、色気たっぷりの視線を送った。なんだなんだ性格がセクシーだからだこいつ。あ、そっか、こういう特殊行動もあんのか。何もないけどそうだ、マヌーサとかあんの。やべ、メラとか覚えてねえぞ誰も。おー、よしよしよし、誰もメラとか覚えてないからな。マジックポイントの概念はないんでね、ガンガン特技は打ってって大丈夫です。あ、敵モンスターに20丸丸三角四角が表示されています。あ、耐性とかあるんだ。なるほどね。じゃあ丸なら大丈夫だね、氷結切り打って大丈夫だね。よし。いやー、天のねボス曲とかもちゃんと聞けるんでね、とりあえずボスまで行ってみようかなって感じですね。これタッチすると応援ができたりします。味方モンスターのテンション上げたり復活とかできますね。よしよしよし。さあ
これ好きなんだよこの曲。俺ね、天でね、この曲超好きなの、なんか。このボス曲がすごい好きだったのはね、すごい記憶に新しいわ。じゃあ応援使ってみましょう。応援タイム発動。何回できる ?4 回できるね。さあ、ルーレットで決まる応援タイム。全員いきますよ。いけ、スラリン。スラリンテンション50。おら、いやー、みんなに配った方がよかったな。いやー、この曲とともにね、できる。スタミナとかもないからガンガンできるね。だから時間さえあればできる。で、言ってなかったんですけど、ちゃんと連動システムとして、例えばボーナスアイテムみたいなのが手に入るんですよ。だから 3DS で手に入れたアイテムを本編に送るとかもできました。まあその当時僕はね、やり込んでたんですけど、このゲームやっぱり。手持ってなかったんで。はるかね、6年ぐらい先にようやく手をやったぐらいだからね。じゃあ行こう。そのまま行って。いけるいける。この辺りはチュートリアルみたいなもんよ。新しいモンスターが出る前ちょっとやりたいな。せっかくだからね。お、ライアンひらりと見浮かしたよ。いけライアン。なんでコツライアンって名前なの。なんかズッキーニがキーファってつけたからライアンになったんでしょ。安直すぎない。いけ、キーファの氷結切り。よし、よっしゃ。これで一ステージ終わりですね。これで、他のね、洞窟が解禁され、ダンジョンが解禁されるんで、基本的にはこれの繰り返しです。もう完全にスマホゲーだよ。